12月26日、安倍首相が靖国神社に参拝した。このニュースを取り扱ったミヤネ屋にて、出演していたスイス出身のタレント、ハルカクリスティーンさんが、その靖国参拝をヒトラーの墓参りにまずらえ、ブログのコメント欄に批判が殺到するなどして、現在炎上中のようである。4カ国語を駆使したモノマネなどで注目のタレント。父が、日本人を。 母がスイスイ人上智大学新聞学科在学中というテロップで紹介されていたクリスティーンさん司会の宮根誠二さんに安倍首相の参拝問題について振られたところ海外とこの問題で比べられるのがもしもドイツの首相がヒトラーのお墓に墓参りをした場合他の国はどう思うのかという論点で議論されるわけですけどまあ難しい問題ですよねと語った。 この発言ではるかクリスティーンオフィシャルブログに現在批判コメントが殺到し炎上している模様。11月末にアップしていたエントリーに放送前までには30ほどのコメントがついていたのだが放送でのコメント後には約1時間で100以上の批判コメントが掲載されている。